福岡県ラジオネームケンジ、僕のふるさと福岡、美味しい食べ物、美味しい、また美しい景色もあって、女の子もおしゃれで可愛いと。まあそりゃそうだよね、福岡はそうだよね。んちゃー、もしもし、んちゃー、あー、うんちゃーじゃねえよバカ。えへって言え、えへって言え、えへ、あ、じゃあ、あー、つながった本物っすか、本物っすか。なんかダルビッシュみたいでやだな、なんか。パチモンじゃないですよね、パチモンじゃ。パチモンじゃない。え？マジっすか？え？すげえ。え、何が起きてんの？え、福岡だよね？福岡っす。福岡っすって、完全に声と喋り方ダルビッシュケンジなんだけど。何言ってるんですか？違いますよ、全然。違う。はい。あれ？ここまでは西川さんも知っているかと思います。しかし、福岡にはまだまだ知られていないすごい自慢があるんです。これを知ったら西川さんはきっと驚きで顔が真っ白になってしまうはず。詳しくは電話でお話します。ぜひ、電話をかけてきてください。お前やっぱ西川さんの声でわかりました？めちゃくちゃわかるわ！ダルビッシュじゃねえかよ！兄貴、今日話したかったっす。お前この間堂本の収録来なかっただろう。いや、あのライブなんすよ俺今。まあまあそうね、握手会やってライブやっての続けてたからな。そうなんすよ。今ちなみにどこにいんの？今愛媛県です。お、たまたま。さっきまで水木さんいたのよ。水木さんの出身地愛媛だから。あ、そうなんすか。そうよ、ゴールデン、そうなんすよ。 今ゴールデンボンバーのツアー中。あ、違うんすよ、今思ったら愛媛県で昨日、うん、まあ、日付変わって昨日ライブして、うん、今徳島県にいます。全然違うじゃない、徳島にいんだろ。すいません、間違えました。あ、昨日やって今徳島にいるってこと？ゴールデンボンバーはみんな。そうです、そうです。そうなのか、なるほどね。いやー、ちなみに明日ライブ、なんでうるせえな、明日ライブ。いや、俺は西川さんと話したかったー。結構話してんじゃん。だから、あ、すいません。いやでもさ、いや、これ、はい、今ツアー中ってことは、これやって、はい、明日徳島でライブ、はい、徳島でライブして、うん、次の日握手会で、次神奈川でライブっす。あ、飛ぶね、結構。飛ぶっすよ。ちなみにこうやって今まあツアーやってますけれども、あ、そうか、はい、47都道府県全部回るってやつだっけ？そうです、そうです。だよね、47都道府県55箇所っていうやつ。はあ、いやでもね、これお前やってていつ帰ってくるの、堂本？あのっすね、うん、このツアーが半年ぐらい続くんですよ。お前だからしれっと逃げる気だろお前。はい、いや、何言ってるんですか。俺めっちゃ出たいんすよ。お前だってこれ、こいつね、何が問題って、ああドラムをね、まあギリね、ドラムなのかなみたいなところでね、まあドラムだ、でもドラムはね、ほらシシドカフカちゃんいるから。で、なんか、じゃあ、歌うっつったって、歌わーみたいになって。で、結構、最初出てくれた時ね、シリアスな曲ね、結構バラードが続いてな。そうなんですよ。うん。でさ、こいつ、あのロックスじゃん？あれでさ、さだまさしさんと歌えって言われても、結構厳しいもんなったもんな。そうなんですよ。結構まあ、邪魔なんでしょうね、俺。まあ、だから堂本兄弟さん的には多分都合が良かったのかもしれないですね、これ。いやいやいや、本当はやっぱさ、一緒、はい、でもほら、またこうやって、お前いなくなっちゃったから、お前、いろいろみんな帰ってきて大変だったよ、もう、やりくり。そうなんすか。そうよ、お前。いや、俺、マジ、俺、ちょっと、超寂しいんすよ、俺。いや、でもね、ほら、みんな期待もしてくれたりとかしてたからさ、そうなんですよね。なんかいつの間にかお前ぶっ込むメンバーみたいになってるからさ、なんか言っちゃいけないことお前が言うみたいなことになってた。そうなんですよ。なんか勝手に下ネタ担当みたいになってた。誰も求めてないのにね。いや、でもこうやって、まざまざまざこうやって、ほら、明日も握手会、あ、まあライブがあって握手会あったりとかするのに、電話してくれてありがとうね。いやいや、とんでもないっすよ。いや、もう、ということでございまして。何もうちょい、もうちょい話しましょうよ。全何時？ですね、西川さん、今日ですね、何ライブ会場に、うん、ヤクルトスワローズの宮本選手が来てくれたんですよ。なんで？なんか、友達がファンで、うサインをくれないかっつって。ライトな感じで来るね。
あ、そうなの？そうなんすよ。え、今ってシーズン中じゃないの？あの、ちょうどあの、ヤクルトスワローズの、うん、あの、その、坊ちゃんスタジアム、愛媛県の。遠征か！そう。ちょうど試合で。来てたから。そうなんすよ。へぇ、そんなことあるんだ。そうなんすよ。やばくないっすか、マジ。いやいや、あの、うん、いいんだけど、今、それさ、なんか、他で、なんか他の手段で話したりとかしない？なんかラジオ使って、なんかこの時間でやるっていうのを。そうですね。うん。あの、じゃあの、ラジオ終わったぐらいにあの、電話するんで。俺、お前、話しましょう。お前さ、うん、そうそう、はい、お前、一言言っとかなきゃと思ったんだけど、俺、電話番号を教えてくれって言うから教えたじゃん。はいはい。ね。はい。お前、番号を教えなかったよな、俺に。コミュニケーション取れないでどうすんのお前。母じゃねえよお前。すいませんすいません。完全に。いや、で、あの。これちなみにこのくれた電話番号はお前の携帯なのこれ。あ、これ、もろ自分の電話番号っす。あ、この080で始まるやつ？いや、だから20やの。ちょっとマジ言わないで。マジ言わないで。何が？マジ怖い。この、いや、どれかなーと思ったやつだから。これかなっていうやつ。あの、絶対言わないでくださいよ、それ。あ、ほんと？振りじゃないですから、振りじゃないですから。え、それってあの、ダチョウさん的なやつね。いや、マジやめてください。あの、最近携帯変えたばっかりなんで、ちょっと。あ、そう。はい。これで、4。0804。あの、みちゃんはゴールに近づいてるからやめてください。ゴールに近づいてるから。わかった。